皆さん、こんにちは。ちはウィークリービズセイビアです。今回は大川隆法総裁、色情地獄論丸二。草津赤鬼、戦慄の啓示をご紹介いたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。地獄の執行官、草津赤鬼様、再び登場です。はい、もう再びおいでいただきまして、霊言を賜りました。えー、色情地獄論というタイトルだけでも、十分にインパクトが。 あったんですけれども、はい、今回さらにですね戦慄の啓示というタイトルもついております、ねはい、背筋が伸びます、はい、前回の霊言では現代人が陥りやすい地獄として色情地獄論をテーマに色情地獄に陥る人の考え方の間違いや地獄の実態男女の道や人の道における正しい生き方についてお教えいただきましたはい、えー、今回の霊言はですね前回の霊言後に 具体的なことについてもっと聞きたいという声もあり、若い人に対する指針としては、もうちょっと細やかさがいるのではないかという意見も出てきたということでですね、収録を賜りました。はい、今回の霊言は、異性との肉体関係に対する霊界での判定や、先進国の多くの人が地獄に落ちている実態が明らかにされ、動物的な生き方に対する厳しい一括がなされていますので、若い方を中心に、 式場地獄論をより深く理解するために、前回の霊言と合わせて拝聴いただきたいと思います。はい、えー。今回もですね、たくさんのですね、えー、性や恋愛をめぐるですね、はい、内容に関して、草津赤鬼様からですね、はい、厳しい一括をいただいておりますし、様々な言及が具体的になされております。はい、ですので、今回もですね、まあ、その冒頭の部分、触りの部分でですね、まあ、若い方々にぜひ、 覚えておいていただきたいことをですね、ご紹介できればと思います。はい。具体的にはどのようなことでしょうかはい、えー。まずですね、まあ、早ければ中学生になるくらいからあると思うんですけども、うんまあ、生体験をですね、まあ、何歳で自分はしたんだとか、 ですね。あの、何人と経験したとか、はい、こういうことなんか自慢するような子っていると思うんです。よねそうですね。ありましたね。最近は低年齢化が進んでいますよね。そうですね。この、何歳で、何人と経験したっていうのをですね。こう自慢して。競うことっていうことに関しまして、えー、草津の赤鬼様はですね。誰が一番早く地獄につくかを競っているようなもんなんだ。このようにですね。バッサリ。 切り捨てておられましたね。なるほどはい。まず明確に、若い学生時代に生態系を持つっていうことに関して。天上界からはっきりと脳という答えが出ているんですよね。はい、そうですね。でも、その年代って、やっぱりそういう話を聞いてしまうと、焦り心が出てしまったりしますよね、うんはい。そうですよね。こう焦ってしまうことも多いと思うんですけれども。はい、えー、草津赤鬼様からですね。さらに。 その手に関しては厳しくですね。はい、まあそうしたことを自慢し、まあ、自分の生体験ですよね。うん、そうしたことを自慢し、他の人を焦らせて、堕落の道へですね。うん、自分と同じ道へとこう引っ張っていくっていうのは、地獄のですね、はい、悪霊悪魔が悪事を働く仲間をですね、はいうん 増やしていくやり方と一緒なんだ。その手口と一緒なんだということをおっしゃってましたね。うん、なるほど。はい、早すぎる生態圏をきっかけに、うん、自らが地獄に落ちるだけではなく、積極的に人や社会を堕落させて、地獄に引きずり下ろす悪霊や悪魔への道も開けてしまうというのは、相当恐ろしいことですよね。そうですよね。恐ろしいことですよね。本当、はいまあ、小さなことだと思っていると思うんですけど、はいはい、それはそこまでですね、通じていく。 堕落への道なんだということをぜひ覚えておいていただきたいなと思います。もちろんその後の人生でですね、はい、まあ反省し改心してですね、行くこともあるとは思うんですけれども、もしその時点でですよね、その若いうちのその時点で亡くなったとしたら、地獄に行って厳しい刑を受けるんだということがですね、 語られておりましたのでぜひ覚えてておいていただきたたいいなと思いますだ、まあ、確かに中高生だったら早いなと思うんですけれども一般常識で考えたら18歳以上の例えば大学生だったら許されるんじゃないかっていう人もいるんじゃないかと思うんですけどはい、はい、それがですね、えー、あの現代の,その常識とか考えですねまた法律がどうであったとしてもですね、はい、基本的には「婚前交渉は地獄行き」 らしいんですよね。は,い、はい。例えば、こう、大学生になってですね、真面目でですね、将来を考えているような方の場合であったとしてもですね、はい、まあ結婚前に性行為をしたということに関しましては、吟味ですね、あの、罪状を詳しく調べる、その対象になるということでございましたね。なるほど。全く妥協なしの世界ですよね。まあ、式場地獄が現代人が落ちやすい地獄っていうのがよくわかる気がします。そうですね。はい。はい まあ、いくら世の中の価値観が変わったように見えたとしてもですね、この霊界の判定基準ですね。どういう方がこう地獄に、どの地獄に落ちていくかっていう、この霊界の判定基準においてはですね、草津赤鬼様が地獄の執行官の役割を果たし始められたですね、1200年前から変わっていないんだということでしたね。しかも、 まあ他の人がしているからとか、うん、生きている時に教えてもらえなかったという理由はあっても許されないということですから、まあこうした霊言があること自体が、あの、ご慈悲なんじゃないかなと感じます、はい。本当に大きな慈悲だと思いますね。まあここまでがまあ冒頭の話ではまだ冒頭なんですね。すねかなり特能ですね、はい、今回も。そうですね。今回はより前回に比べてですね、よりまた濃く、より具体的な 様々なケースについて語られております。その他にも様々なこの色情地獄論について語られてるんですけれども、若い方ですね、に特に、まあ、聞いといていただきたいことといたしましてはですね、まあ、これもあると思うんですけど、結婚前提だからとかですね、うん、まあいろんな人と付き合って相性を確かめてるんだっていう、こうしたことがですね、通用するのかという。うんうん しなさそうです。うですね、<laughs> もうここまでの話で十分しなさそうなのはわかると思うんですけども、はい、まあそういうケースはどうなのか。またさらにですね、まあ本当にまあ、口にもなんか出す,出すのもちょっと恥ずかしいんですけども、セフレって言われてる。うまあそうした考え方、そうしたパートナーを持つことや、同性ですね。というものに関して、草津赤鬼様はどのように考えておられるのか。またさらに、浮気や不倫ですね。まあこれをするっていうことが結論的に地獄に。うん ま、地獄に絶対行くと思うんですけどもうん、うん、で、どういうことになってしまうのかということが語られております。まあ、さらにですね、まあ、先ほども動物、人間がこう動物的に生きることへの一括っていうお話もありましたけども、動物だって神が作ったんだったら、人間が動物のように生きて何が悪いんだと。まあ、このように反発する方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、こちらに対してですね、赤鬼様からやっぱ。 違うんだと。いうですね。悟し、はい、がありましたし、はい、人間と動物が何が結局違うのか、ということに関しましてもお話がありました。うん、またさらに、まあ今流行っていると言いますかね、うん、まあ話題にもなりますけども、まあ、LGBTQ という、うん、まあ同性愛であったりとか、同性婚、はい、また同性同士の性行為であるとか、うん、性転換ですね。うん、まあこれに対してはどうなのか、ですね。はい、こちらについての話もありました。まあさらに、まあ、 まあ人を好きになったらどうしても何か、その人の全てが欲しくなるというか、まあそうしたものがあると思うんですけど、そうした独占欲っていうものは真実の愛であるのかどうかですね。こちらについても語られております、はい。そしてやっぱり根本的に知っておかなければいけないこととして、この世に生まれてくることの価値って何なのか。私たちが、本来は魂がこの肉体に宿っているんですけども、 この肉体に宿ってこの世に生まれてくることの価値は何なのかということも語られておりますし、はい、ですね、まあこうしたまあ様々な常識や考え方が混沌としている時代であるからこそですね、また救世主がですね、この文明の危機に生まれることがあると。そしてその時代が今なんだということについても語られております。はいえー、そしてそのまあ救世主が解かれるですね、改、まあ、心への道とはどういうことなのか。 でですね、それをまた包み込む神の慈悲とはどういうものなのか。まあ、こうしたこともぜひですね、学んでいただきたいと思います。そしてやはり若い方であるならばですね、まあ、人生にやはり目標を持っていただきたいと思いますし、偉人への道を歩むのであればですね、どうしても忘れてはならない心がけとは何か。こうしたことも語られておりますので、はい、ぜひですね、こうしっかりと、 拝聴して、心に刻んでいただきたいなと思います。はい、本当にそうですね。うん、やはり生きる上で大切な心理として、幸福の科学では、人間の本質は肉体に宿っている魂であり、魂は永遠の生命を与えられ、無限の向上を目指して、転生輪廻を繰り返していると教わっております。はい、そうですねで。その永遠の生命を与えられた魂がですね、仏の望む 向上の道を外れてですね、魂が病んでしまった時に赴くのが地獄という世界であるというふうにも教わっております。はい、前回もお勧めいたしました、大川隆法総裁の原説愛の発展段階説の中にこのように説かれているところがございます。地獄とは霊界における病院なのである。そこにいる患者たちは魂が病んでいるのである。 神がなぜ悪霊を放置しておくのかなぜ豪華によって焼き尽くしてしまわないのかというある人々の疑問に対しては私は問いたい。ではあなた方は病人は人間ではないというのか健康な人間のみが人間であるとするならば病人は人間ではないとも言えるかもしれない。しかし、 実際はそうではあるまい。誰もが病気にかかる可能性はあり、病気にかかるには本人の不養生と外部的原因もあるが、私たちは病人を救おうとするではないか。悪霊とは魂の病人なのである。神が長い目で彼らの立ち直りを待っておられる理由は、 私たちが病人の健康回復を祈っているのと同様である。神が彼らの存在を許しておられる理由は私たちが病人の生存を認めているのと同様である。神が病人を作ったのではない。神は健康な人間を作られたのである。健康な人間は病むことがあってもやがて病から回復するのである。同じように私たちは 地獄を病院だと考えよう。悪霊を病んだ人だと考えよう。悟りという薬によって、彼らは健全な魂として蘇えるのだ。はい。ありがとうございます。まあ、今ですね。まあ、地獄は病院なんだという話もありました。けれども、そうするとやはりこの考えてみるとですね。うん、この草津、赤鬼様もですね。 大変厳しい方でですね、はい、たくさんの一括をださる方ではあるんですけれどもその病んでしまった人々を地獄というくらい病院にですね自分も行って人々を回復させるためにですね活躍されておられるですね本当にこの神の愛の表れであるのかなというふうに思いますすよねねそうです、ねうん、草津温泉と一緒で治療してくれてるんですか、ねはい、そうですよね。また同じく、えー「言説愛の発展段階説」ではこのように書かれております。 心は鏡。人間として生まれて罪を犯さずして生き抜くことは難しい。しかし、一度罪を犯し、戒しめを破ったら人間は永遠に許される機会はないのであろうか。思うに人間の心は本来曇りなく穢れなき一枚の澄み切った鏡のごときものではなかろうか。 鏡はいつも光り輝いているわけではない。時には汚れ、時には曇り、人の姿を映すことができなくなる。しかし、鏡の鏡たるゆえんは、いかに汚れ、いかに曇ろうとも、その汚れ、曇りを取り除いたならば、また元の澄み切った光をたたえた美しい面を見せることではなかろうか。 人の一生もまた一枚の鏡のようなものではなかろうか。罪を犯し続けて生きている人間、何時哀れなる者よ、その罪は取り返しのつかないものではない。何時の心が一枚の美しい鏡であることを思い起こせ。何時の罪や汚れを拭いされ、神の御心はいつも、 一枚の美しい鏡のように人の心の中で光り輝いているのだからはいありがとうございます、えー、ぜひですね今回の霊言を拝聴していただきましてですねもし自らのですね今までの生き方に間違いがあったらですねそれをぜひ自覚してまあ反省されてですね美しい鏡のような心を取り戻していただきたいなと 思いますし、はいえ、またですね、今紹介いたしました、原、えー、説愛の発展段階説を通してですね、えー、若いうちに聖なる愛と幸福哲学をですね、学んでいただきまして、神聖な恋愛とは何か、そしてそれを掴んでですね、美しい人生をですね、歩んでいっていただきたいというふうに思います。はい今回紹介した、色情地獄論丸二、草津赤鬼、戦慄の掲示は、全国の支部や商社で開催されております。 ぜひご拝聴ください。はい。今回は以上とさせていただきます。ありがとうございました。